レリーフあるいは浮彫り、または浮彫り細工は美術の技法である。芸術品のほか、肖像、地図、硬貨、家具や建築物の外装などに使われる。その彫りの深さにより、素材を少し彫り込んだだけの、ほぼ平らなローレリーフと、彫刻と同じくらいの立体感がある、ハイレリーフに分かれる。沈み彫りは、古代エジプトで多用された技法で、背景部分を掘り下げない。人物は、大きな段差で背景から沈んで、見えるのか古分子。凹み彫りは、背景を掘り下げないのは同じだが、目型のように凹凸が実物と逆転している。なお英語ではカウンターレリーフだが、ウラジーミル・タトリンの技法もそう呼び、日本語でカウンターレリーフはそちらを指すのが普通。製法は、のみなどで素材を削ることにより、像を上がらせる。陶磁器では、模様を彫り出す浮彫りと、逆に模様を貼り付ける点花の2方法がある。後者の代表が、ウェジウッドのジャスパーウェアである。古くは、古代ギリシャの神殿。ヒンドゥー教の遺跡など石で作られたものに見ることができる。近年ではハンディタイプのグラインダーなどが登場し、電動工具で削ることが多い。また、刃先工具の進歩からガラス板にも彫刻を施すことができる。ありがとうございます。